あ、これは始まってんのかな。え始まってたみたいわ。ちょっと言うてくださいよそれオーディオコメンタリーなんか僕初めてなんですから。あれこれ何、なんか見たことあるような気がするな。これスーパーラビアンですね。あ、なんか、あ、この音聞いたことあるな。結構有名ですよ、スーパーラビアン。あ、撮った、なんか。はい。何の時代ぐらいこれ。時代で言うたら、それはもう、江戸ぐらいですかね。日本のあれ歴史しかわかんないですけど。江戸時代にこれ出てへんやろ。あ、これが出た時期ですか。うん。いや、このアラビアンのこの背景の時期はどうでもいいよ。あ、そうですか。あ、無敵や。そうですね。無敵あるとやっぱテンション上がるよな。無敵で大体こうテンション上がって、うん、まあ、無敵が解除されたあたりで敵にこうひっついてやられるパターンが。うわ、カーペット乗りながら進んだりできんねや。そうですね、アラビアンですからね。怖いな、このアラビアンは。なんでやられたかわかんないでしょ。うん、なんか左に行ったのが右に出てきたら死んでたよ。そうなんですよ。敵が端に出たんですよ。ああ、そうなんや、このゲームの特徴として、うん、あんまり端にいると挟まれてやられちゃうっていう。へえ。そんな特徴あるんや。そうなんですよ。できるだけ中央でね、デーンと構えるのがこのスーパーラビアのプレイスタイルらしいですよ。これが後のプリンスオブペルシャみたいなこと。いや、これ全く別物ですね。あ、そうなん。あ、誰か出てきたよ。誰？サングラスかけてた。あれ誰ですかね。彼女？いや、でも顔出しは別に。またや。またこの面や。失敗したら最初からなんすかね。失敗した？あ、来た。え、知ってんの？ルート16って言ってましたね。言うてはないやろ。書いてるやん。ルート16。こう面白いですよ。これ？はい。どんなんやったっけな。なんか、ルート16。そうなん、言うてんかな。ラリーなんとかにそっくりなんです。あ、そうなの。はい。 あ、なんか取った。なんかアイテムをガンガン取っていくんだよね。あ、知ってるこれ。そうそうそう、この布袋みたいないっぱい取っていくんや。そうですね。なんか国道16号線の話かなと思ったらそうじゃなくいいんですよね。これ国道がどこか分かれへんもんな。ああ、はい、これ行き止まりやん。ほら、あれあかんのです。あんな、だいたいよくに目がくらむとこういうことになるんですよ。全部取ってクリアってこと。そうですね、アイテム全部取って。なんか結局一切下車せえへんなこの人。何あれ、足跡だけあったよ。霊的なもんですかね。巨人じゃないね、霊的なもんね。霊的なあ、なんか来たよと思ったら車みたいなもんおったりとか。戦車みたいな。結局なんか、うん、自分で落としてるんかな。何を。お金とか。あ、ほんで拾いに行ってるってこと。多分ですよ。あ、だからどこに落としたか覚えてるからマップで出るってこと。うん。何、驚くべき現象っつってる。いや、これ本当にあのバグでしょうね。昔ならではなんじゃないですか。バグってこの時よう言ってたけど、何バグって。これのこと。こういう感じで、うん、終わっちゃうんですかね。あーとかいうのがバグってこと。バグいろいろあるんですけど、なんかそのバグに気づかんままもう、うん、なんか工場に出して出荷しちゃったみたいな。あー、そうなんや、うん、あ、死んだ。はい、これなんか、あ、増えたね。あのボーナスの点数が5万とかそういうノリなんでしょうね。そうかな。もうちょっと少なくしとけばいいなと思うんですけど。でも今の時期やったらこの5万点ってめっちゃ欲しいやん。欲しいですね、この当時で言うたら。ええ、今点数全然気にせえもんな、ゲームな。そうですね、昔やったらそうやったんですけどね。なあ、はい、点取ってなんぼやったのにな。今はもう違いますもんね、キャラ出してなんぼとか。そうやな、ええ、アイテム取ってとかもな。うん、でもだからといって一気でですよ、うん、色違いのキャラいっぱいもらってもしゃあないでしょ。そうやで、竹槍しかないもんな武器。そうですね、育てようがないしやな。あと釜を投げるっていうのはありますけどね。あ、これ今投げてるやつ。はい、多分ね、時代背景江戸時代ぐらいなんですよこれで江戸時代で一気ってなかったと思うんですよね。あ、そうなんや。うん、もうちょい手前や。
もっと一揆ってもっと昔やなって思うんですよ。じゃあそれ昔ってことでええんちゃうの？でも江戸時代っぽいんですよ。で、痛快時代劇アクションとかっていう、うん、そのカテゴリーなんですね。江戸って言うてへんやん、じゃあ。はい。でも、いいちゃうの？一揆やのに、痛快時代劇ってどういうことやねんっていうのはありましたよね。で、あの、反乱やのに？はい。で、あと、見てもらったら分かる通り、うん、あの、結構豊作なんですよね。あ、畑な。はい。ほんまやな。これで一気起こらへんやろっていうので、みんなが。そうやな。そうやったらもうみんなでやらなあかん。二人きりでやってたら一気じゃないもんな。そうなんですよ。これだからもうみんな賛同してないってことですよね。そうやな。二人でやってるもんな。はい。いや、細かいわ、それは。いろいろ。用意してきたんやけどな。何を？そういうコメント。一気の？うん、一気の。一気だけそんなんばっかりは言うてみよう。うわー、お化けとかあったな。そうやな、この時もやっぱ点数やもんな。8400点とか、ね、2万点ぐらいで一気上がんねんな、大体。そんなもんでしょうね。点数上げて一気上げるのが一番嬉しかったのにな。でもそうじゃなくなったんですよ、世の中は。今死ねへんもんな。そうですね。あ、やられてもやられ、ライフが減るぐらいもんな。あー、俺ボーナス面大好きやったわ。アナさん得意ですか、ボーナス面？得意じゃない。あー、ただ好き。いや、僕もそうなんですよ、ボーナス面。はい。あー、わかるわ、今のミス。右にちょっとずれるとかですよね。うん、めっちゃおにぎり入れるな。ボーナス面好きやったな。今ないやろ、ボーナス面って。ないですね。ボーナス面だけのゲームとか出ればいいのにな。ボーナスっぽくなくなるじゃないですか。そうか、全部ボーナスですから。半年に一遍とかやからいいってことか。そうですね。あ、江戸や。ほら、ほんまや。思い年貢耐えかねて立ち上がったのが二人なんや。そうなんですよ。アトランティス、アトランティス。最後にあんなん流されたらかわいそうな二人の話みたいな。誰も賛同することはなかったみたいな。そしてこの世を去ったみたいな感じになりますよね。そうやな。死んでも死んでも立ち上がりみたいな。アトランティス、あー、あったな。これ俺大人になってからやったわ。あ、ほんまですか。つい最近ですか、それ。やっぱり何年か前やけど、まあ最近っちゃ最近やな。あこれちゃんとやれへんかったな。樋口ん家にあったわ、これ。誰ですの、樋口って。同級生、中学の時の同級生。ああ、それは僕ちょっと面識ないんで分かんないですけども。ないな。ええー、これやってた、平井。ちょろっとやってましたね。なんやろ、謎が謎を読んでどうしたらいいか分かんないぐらいになりましたね。そうやね。なんか攻略本的なのないとな。全然分かんないんですよ、これ。難しいねんな。難しい。最終的に画面からキャラクター出えへんまま進めなあかん面とかあるな。あー、上の方とかですか。うん、雲の上に乗ったりとか。そう。へー。そのキャラクターの位置、この真ん中って決まってるやんか。はい。だから最終的に上の方に行って画面の上側におんねんけど見えないっていう。でも左の方にある雲に乗らなあかんとか、そんなやったんちゃうかな。あー、それは謎やな。謎やろ。うわ、あんなとこにワープ、死ぬと思ったらワープがあったりとかすんねんな。そうですよね、すごいですね。わ、謎ですね。ほら、ワープした。で、91面でしょ。あんなんもう本来と無理やもんな。無理ですね。でもやってたんですかね、僕ら。やってたんやろな。でも本来とこれ絶対子供泣くで、こんな攻略やったら。汚いわって言うで。言いますね。子供がこれやっててその裏技を聞いたらもう、んなん中古やんけって言うような。その何でしょう。中古って何なんでしょう。うちの地域であんまりそういう捨て台詞なかったんですけどね。マジで。いや、中古やろっていうのはないですね。うちなんかゲームやられると中古やっていう表現してたよ。駄菓子屋とかで一気やられて、うわ中古やって。それなんかやろ、あかん、ちょっと古い感じなんですかね。そう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 、中古品やろこれはって。すごいな。そうや、最終的に助けに行く先輩冒険家かなんかがあれやってな。そうですね、一気のやつやってな。何これ、33回押すんですって。なんで、誰この手。
あ、そこ気になります。でも綺麗な手してますよ。綺麗な男性やな。わーわーわー、大変。え、どうなんや、何7期なんか普通ちゃうの。あ、無敵や、うんこ当たっても平気や。あ、お前、でも落ちたら死んだりするんちゃうの。落ちたらダメなんでしょうね。やられるよな。でもこのチラシの絵はずっと覚えてますね。これ覚えてるな。なんかね、謎いっぱいですね。謎多いな。ダイナマイトで敵を倒し秘宝を集めろ。点数制やんな、この時も。